若返る薬じゃなくて老ける薬作ってやるよ。これでお母さんを老婆にしてやるぞ。お母さん薬できたよ。あら、さすがうちの天才息子。いただきます。あっ、やっぱり一回会ったら試してください。いや、俺は若返る必要ないからいらないよ。あら、そう。あふっ、あっ、私を騙したのね。やめてくれ。あらバッチが当たったのよ。あなたはこれからおじすけとして生きなさい。じゃあやれすけ鬼ね。よし、任せろ。よっしゃよっこなせ。ほら、ヤネスケ、捕まえている。どうした、そんなもんかよ。わしはもう帰る。最近の若者は。おじすけ、一緒に老人ホーム行くわよ。なんじゃ、なんじゃ。マチコさん、お昼ご飯まだ？何言ってるの、さっき食べたでしょ。ギャルのパンチが欲しいんじゃ。何言ってるんですか。すいません、今日からお世話になるおじすけです。あら、こんにちは。それじゃあおじすけさん、預かりますね。ほら、なんじゃ、わし若い方なんかされなくても。はい、じゃあまずは脳トレでもしましょうか。そんなつまらんものより、わしはフォートナイトするんじゃ。このバカもんが、いつもの足なら勝てたわよ。おじすけさん、おやつの時間ですよ。わしの好きなうまい棒、いただきます。歯が。おじすけさん、あまり無理をなさらず、羊羹でも食べてください。羊羹で食うんじゃぞ。悔しいけど、おいしい。よかった。老人には老人の楽しみ方というものがあるんじゃ。そうじゃの。生濡れの和光度燃やす恋心。おじすけさん、すごいセンスがあるわ。金ないと渡る世間はお金。もう全く成長しないんだから。老人ってのも悪くないかもしれんな。え、やばい、これ大丈夫なんですか。ヤネスケ、これは一体何なんだ。え、おい、ヤネスケ、これお前見てんねやろ。お前、これこの前のテストカンニングさせてやったよな。お前天才小学生やないんか。あとな、お前ガム持ち込み禁止の遠足で俺がガムあげたん忘れたんか。お前、これお前な、手のひら返しも大概にしとけよ。こっちは困っとんねん、これ。ごめんなさい。マナル隊の話ありますか。はい、これもあります。正直ね、証拠もこちらたくさん持ってます。浜井先生の暴露ありますか。あいつね、ほんましょうもない人間です。この前僕らの遠足代徴収した後、全部自分のパチンコ代に溶かしました。公務員のくせして、ほんまあかんと思うね。だからね、すぐ警察も動いた方がいいと思います。なんでそんな話してんだ。浜井、遠足代横領の罪でお前を逮捕する。おい、影響力だ。
屋根助お前見てんねやろお前。今日夜7時、屋根助についてとんでもない暴露あります。この暴露したら屋根助はもうこの世に存在できなくなるぐらいとんでもない暴露です。お前首洗って待っとけよお前。こらやばい、なんとか居場所を特定して止めないと。はい、これで今日の生配信終わります。みんなほんま大きに死なはもろとも。それではまだよろしゅう。これでええんや、俺はもう失うものも何もない。今日は俺の誕生日、そして新たな自分に生まれ変わる日や。誰かこの方知りませんか？あれ、岸じゃん。彼のこと知ってるんですか？もちろん、そういえば君もいろいろ暴露されたね。早く止めないと本当にまずいことになるぞ。屋根助お前ほんま残念やわ。謝罪しに来た思うたら裏でぐちぐち言いやがって。お前全部回ってきてんだよ俺に。いい加減にせよお前こら。約束通り屋根助の特大暴露したいと思います。屋根助は裏で女の子のリコーダーペチャペチャ舐めてました。お前被害者面してやがってお前ほんまこら。お前やってること浜井先生と一緒ちゃうんかお前このボケ。ほんとなんてことすんのよ。なんでこうなるんだよ。失礼します。ほら挨拶しなさい。本日職業体験をさせていただきます、屋根助と申します。はい、今日はよろしくね。はい、じゃあ私は失礼するわね。あんたちゃんとやりなさいよ。ったく、なんでこんな忙しい時に小学生の世話なんかしなきゃいけねえんだ。おい、突っ立ってない資料をまとめられ。社長、意地悪ですね。まあ、一年あっても終わんないだろうけどね。できました。小学生だからって嘘ついていいと思うなよ。早く次の仕事くれますか。今日は一日ご苦労だったな。ありがとうございます、いい経験になりました。それでは。この会社の社長になってください。は？あなたならこの会社を、いや日本を変えられます。まあ別にいいけど、お母さんにも言っといてね。社長、かしこまりました。さあ始まりました、屋根助ショッピングのお時間です。今日紹介する商品はこちら。この靴を履けばなんと 50m を1秒で走ることができます。それでは実際に走ってる映像をご覧ください。今お電話していただいた方に限り、なんとこちらの商品サンキュッパでお買い求めいただけます。徒競走で1位になってお母さんとお父さんを喜ばせてあげましょう。それでは。はい、お買い上げありがとうございます。ご足でございます。はい、5足ですね。誠にありがとうございます。少々お待ちください。あ、10足ですね。誠にありがとうございます。少々お待ちください。はい、100足ですか。誠にありがとうございます。社長、注文が止まりません。よし、追加で1万足発注しろ。はい。いい調子だ。